じゃあこんにちは、ゆたかさん、はいよ。この動画でもゆたかさんが一押しする各チームに臨時コーチって言いましたよ ね、 やったね。はい、 OB でこのコーチ入れたらいいんじゃないかと。そうだね。はい、なんですが、実は日本ハムの新庄新監督、OB にはコーチ要請しないと、まあ、これは、まあ、リップサービスなのか、それとも本当なのか、まだちょっとあれなんですけれども、で名前が実は上がっているのがもう2名いまして、一方が室伏浩二さんですね、あのハンマー投げの、ね、はい、でもう一方が武井壮さん、はいはい、あの、まあ、十種の競技ですし、はい、あと走っても速いということで、はいはい、この二方も名前が実は上がっていると、まあ、オファーを出したことを明かしたということで、うんうん、これなんか今までのそのプロ野球のちょっとまた概念とは違うっていうか、まあ、臨時コーチなのか、はい、講師なのか、あちょっとわからないよね、位置づけが、はい、俺がねプロ野球入った時に、はい、OB の方が来られた時もあったんだよね、はい、キャンプに何にも残ってないの。え、教わったことがですか、うん、覚えてもないですか。いや、まあまあまあ覚えてるっちゃ覚えてるよ、はい、でもそれは自分も積み重ねたキャリアの中で消化ができるものだったんだよね、はい、だからあまり残ってないというかさ、はい、サッカーの岡野さんって、あ、監督もされてた。そう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 、はい、あの岡野さんってあの、まあ、教会の人だったんだけど、はい、昔ダイヤモンドサッカーとかさ、はい、昔、まあ、昔の話で申し訳ない、はい、まあ、見てる方は、はい、あの覚えてらっしゃる方もいると思うんだけど、はい、そういう解説をしてた人なんだよ、はい、あの外国のね、ヨーロッパの、うん、でヨーロッパってやっぱサッカーが盛んでね、昔から、はい、その方がキャンプに来られたんだよ、はい、講師として、はい、うん、それでお話をされたんだけどさ、そのことがものすごく俺はずっと残ってる。あのお話だけをされたって。そうそうそう、だって野球界と関係ない、サッカー界の人だから。そうですよ、ね、でその人がチームワークってなんだっていうのを言い出したんだよ、はい、チームワークってなんだと思う。そのチームのために、まあ、自分犠牲にして勝つとか、まあまあまあ言えばそうだよね、はい、だから仲良し軍団では決してなくて、はい、まあ当時の話だよ、はい、だからもう俺が現役の若手の頃の話だから、うん、もう40年とか、まあ、35年とかぐらい前の話なんだけどさ、ヨーロッパのサッカーチームって試合前日に必ず家に電話があるらしいんだよ。え、なんで？だから家がもう抜き打ちであるらしいんだよ、はい、全員の選手に、はい、これなぜかというと結局夜遊びしてないかとか、はい、ちゃんと電話に出れる状態に家にいるかとか、だからそのぐらいやっぱ体調を整えろということなんだよ。その体調を整えることがチームへの一つの貢献だと、はい、だから例えば11人で戦う、うん、まず最初のフィールドでね、その一人が体調が悪い、前日遊んだと、うん、あの体調が悪いということになってくると、後の10人が負担しなきゃいけないと、はい、そんなチームワークじゃ絶対勝てないんだと、うん、だから野球で言えば1番から9番まであるよねっていう、うん、で1番の選手がね、通常の調子がでなければやっぱ2番の人の負担がかかると、はい、で1、2番がこう調子が悪い、体調が悪い、そういうなんていうのチームを考えないでの行動っていうのはさ、やっぱそのチームワークに反してるということなんだよ、はい、で結局そういう意味ではあの得点力が下がるっていうふうにこうチームワークということを解いていったんだよね。で最初、まあ、チームワークっては何だとか、やっぱこう野球始めた頃からさ、はい、そんなことは分かってることじゃない、はい、でも改めてその岡野さんに、そのヨーロッパのサッカーはこうなってる、プロというのはそういう規制を自分自身でかけられないとチームワークとして欠乏してることになると、うん、いうことをおっしゃられたんだよね。だから他のところから呼ぶっていうのは俺大賛成なんだよ、はい、だから武井壮さんだって、うん、室伏さんだってやっぱこう個人競技だけど、はい、やっぱ自分をこう高めるためにどうしてきたかっていうことがやっぱあると思うんだよね、はい、だからお話を聞く、聞かせてもらう、
これはすごい大事なことだと思うよ。そうですよね、他の競技の方からっていう、うん、競技者からそうそうそう、でも、はい、7、8人呼ぶとか、はい、多すぎる。それはね、わけわからなくなる。だから、ね、8人ぐらい呼びたいらしい、臨時コーチを呼ぶ意向を、うん、まあ、示してるんですけど、例えば室伏さんだと瞬発系とか、あとは爆発系というものも選手に何かプラスアルファで教えてほしかったり、武井壮さんだとやっぱり足のスペシャリストだから、うん、その走ることに関しても教えてほしいっていう、うん、それはどうなんですか、走塁とか盗塁に関する。いや、だから一つのきっかけだよね。例えばスタートを切るときに一歩目っていうのはどういうふうに爆発力を出すのかとか、はい、それが合う人合わない人っていうのは必ずいると思うんだよ、はい、でもそこで引っかかる人が何人かいてくれたら、はい、もう大成功だよね。 あとハンマー投げもやっぱあるんですかね、爆発力。いや、ハンマー投げっていうのはやっぱ爆発力でしょ、あの回転で、はい、回転でっていう、だから回転を加えるためにはどうしたらいいかとか、はい、だから投げる瞬間はどうするのかとか、うんうん、知らないでしょ、全然わからないです。だから聞いてみて、野球とリンクさせると何か得るものがあるかもわからない。例えばそれ投げることに関してもバッティングに関しても何かその溜めてからの打つとか、うん、何か瞬発力ってこと。いや、だから俺テレビ見ててもさ、はい、剣道のね、あの8段の昇進試験の人がいてね、はい、でこれを講演でも話をするんだけどさ、はい、2回落ちてると。で3回目の試験の時に、まあこの型と型っていうか、こう戦う何人か抜かなきゃいけないんだよね、はい、でもそれとその人はそのものすごい優秀な剣士なんで、うん、もうそこら辺は楽勝に勝つなわけよ、はい、であとは心得っていう文を書かなきゃいけない。おお、文、はい、ね、でそこでいつも落ちてたんだけど、はい、でその人が合格した時に己の弱点を認め、うん、ね、素直な剣先で相手を見るとどこに打ってくるか分かるって書いてある。まあそういうドキュメンタリー番組があったんだけどさ、はい、そこで俺はハッとして、はい、己の弱点を認め、弱点ってみんなずっとコンプレックスに持って気にするんだよね、はい、で打席に入ってもやっぱここが打てないっていうことになると、うん、そこしか気にならなくなるんだよね。あ、そういうものなんですね。そういうものなんだよ。だから自分の得意なところに必ず来るっていうことを信じれないんだよ。だから絶対弱点は攻めてくるって、はい、相手も分かってること。だからそこを認めたら打たなくなるんだよ。あ、そこをですね、そこは俺は打てないって思うと、はい、でも嫉妬するんだよピッチャーって、はい、だそこを打っていくんだ。なるほど。そしたら、はい、大スランプが最後は首位打者争いしてたからね俺。その一フレーズでそうそう、そんなにも変われるものなんですか。いや、だからやっぱ物はきっかけでさ、はい、やっぱこの人たちが何をこう伝えるかわからないけども、はい、俺は着目点とすれば、うん、いいところをついてると思う。やっぱね、野球界では限界がある、はい、やっぱ自分たちもやってることだから感性が合わないと聞かないんだよ、うん、でも耳新しいことっていうのはみんなやっぱこう取り込みたいっていう欲はあると思うんだよ、はい、聞いてみたいという。だからそこら辺はね、俺はねいいと思う。変なミーティングするよりは、うん、この人たちに喋ってもらって1時間でもいいから、はい、ね、何かきっかけをつかめる選手がいるともう大成功だよ。そうですよね。しかも説得力もあるでしょうし、それはね、生地かね、やって金メダルとか10周のトップに立てないってそうですよね。それは何か持ってるよ。そうですよね、うん、ゆさこさん、まあ、このハンマー投げの室伏さんとあとこの十種競技の武井壮さんにオファー出してるっていうこのお二方の名前が挙がったんですけど、じゃあ豊さんだったらどなたか一人、例えばこの競技のこの選手呼んだら面白いのになとか、例えばバスケットボールの選手でもいいんですけど、例えばあります、そういうの。俺はカズを呼びたい。あ、三浦知良選手、うんうん、はい、やっぱりね、あれだけ長くできる人っていうのは、はい、何か持ってないとできないよ、はい、ね。でやっぱその情熱が失せないというそういうものって何なのかとかさ、はい、ね、で昔若い頃から一人で単身でブラジル行って、うん、その苦労したこととか、うん、ね、なぜそこまでサッカーに対して入っていけたのか、はい、でワールドカップに日本で出たいってもう出場目前で選手から、はい、ね、メンバーから漏れて、はい、でもその時どうやって立ち直ったのかとか、うん、
もういろいろ聞くこと満載だよ。あとやっぱり体のベテラン勢は体のケアをどうしてるのかとか、うん、そういうのも聞きたいでしょうしね。まあね、だからカズランというのは例えば理不尽に殴られたりだとか、うん、そういう時代から今現代、はい、の時代まで、はい、全部なんか知ってるわけじゃない。そうですよね。だからそういうのもどういうふうに消化してきたかとかさ、それはやっぱりこうね、華やかな時代もあったし、うん、ね、今じゃもうやっぱね給料なんかほとんどないっていうような状態の中でサッカーをもうまだ続けてるという、だから俺は話を聞きたいなと。聞きたいですね。モチベーションのことに関しても聞きたいですしね、うんうん、だから他の種目からすれば、うん、まあ聞きたいよね。そうですね、うん、いやだから新庄新監督が、まあ、今二方名前が上がっていて、他にあとまあまだ何名か上がってくると思うんですけども、うん、実際にキャンプにどういった方が臨時コーチで来るのか、ね、まあ、コロナだからこのね来てくれるかどうかは分からないけど、はい、でもそういうこうなんていうの、違う世界の人の話を聞くっていうのは、うん、とっても大事なことだと思う。そうですね。で実際にキャンプでどういうふうにそれを教えているのかっていうのも、うん、やっぱりあ日本ハムのキャンプ見たいなっていうふうになりますしね、うん、だからまあ YouTuber だったらヒカキンとかね、ああヒカルとか、はい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 、ね、うん、ああいう人も呼んでも面白いと思う。あそれはそのキャンプにですか。いやもうキャンプに、いやそれはねあの人たちだって、うん、YouTube を一本の動画上げるのにどれだけ苦労してるか、どれだけやっぱこう頭使ってるかっていうことだよ、はい、だそういうことを、いや YouTuber ってなんか逆に言えば向こうから簡単にって思ってるかも、可能性もあるしね、はい、でもそういういろんな裏の苦労話だとか、うん、そういうことを話を聞いてもいいし、そうです、ね、だからスポーツじゃなくても企業でもいいんだよね、はい、だから逆にこうなんていうの聞けるといいなと思うよね。そうですね、うん、いや日本ハムはなんかこういい機会をこういうふうに与えてもらってるな選手たちはっていうふうに、まあまあできればね、できれば、うん、はい、実現すればって話ですけれども、うん、はい、ちょっと日本ハム、そういう話を俺も聞きに行きたいぐらいだよ、ね、日本ハムのキャンプどうですか。 OB だから。あ、 OB だし、だからこうちょっと後ろでこうやって、そう後ろでありがとうございます見てるつもりが聞いてるっていうね。でもいろんなそんな話をね、はい、皆さん持ってるし、うん、まあ、成功体験も失敗した話も、はい、まあ、それぞれ皆さん持ってて、うん、まあ、その話はやっぱこう面白いし、はい、やっぱ身になる話をしてくれると思うよ。垣根越えて、そうですね。はい、